はい、なにちゃん、挨拶行こう。せーの。やってよ、早く。やらへんって、もういいねん、あれ嫌やな。はい、なにちゃん、みんな待ってる。あれ嫌い。あれ、好評やで、コメント欄。なんでコメント欄めちゃめちゃ好評やから。じゃあ、ダサいねんって。じゃあ、じゃあ、俺が考えてん、あれ。うん、なにちゃん、じゃあ考えて。あとだから普通に、なみは、サブチャンネルでーすでいいよ。ちょ、いや、もう、だから次から、次考えてきておいて、じゃあ。挨拶。だから、なみは、もっとなみはお時間ですいいやんって言ってるやん。じゃあ、わかった。2パターンやろ、じゃあ今日。2個やろ、挨拶。で、どっちがいいかみんなに聞こう。それでいい、それでいいな。はい。じゃあ、まず前のやつからいこう。うん。せーのーで、もっと何系はい、やってまいりました。もっと何系のお時間、イエーイ。なんでやん、それせこい、それせこい。どっちがいいか、どっちがいいか、みんな行こう。うん、うん、もうこれでいいわ。これでいいな。何よ、これで、はい。じゃあ、今日はですね、何しようとしてないっけ、俺。カップルは一体誰チャンネル登録してるの。寿司くいね、ルルルルル、寿司くいね。みんな見てる YouTuber がおると思うね。なんか普段見てる YouTuber とかチャンネル登録してる YouTuber とかさ、がおると思うんだけど、まあその中に俺らが入ってれば嬉しいんやけど、俺らは誰を登録してるのっていうのをね、気になる方は、いないと思いますけども、僕が一応気になるので皆さんにお伝えしたいと思いますはい、はい、っていうコーナーです、はいはい、で、なんかこれちょっとメインチャンネルでやっちゃうとちょっとコビ売ってんじゃないかとか、あー、忖度？忖度してるんじゃないかみたいな思われるのが嫌なので、あの正直に、うん、5段階で表示します。あのチャンネル登録してる人を言っていって、その人を見てる度合いを5段階で表します。うん、だからチャンネル登録してるけど最近全然見てないよって人でもみんな多いと思うね。うん、わこれチャンネル登録一時付き合ったけど今も全く見てませんみたいな、うん、その人は5段階で言うと1、うん、で最近めちゃめちゃハマってますと、うん、私最近めっちゃこの人たちハマってますと、チャンネル登録しても毎回動画見てます、うん、は5っていうこの1から5段階、うん、まあ後の間はなんか自分のさじ加減で今、うん、を言ってほしい、はいはい、で、まあ、ちょっとこれはなんかあの1って言うと失礼やん、うんうん、一言添えてあげて。あーなるほど。なんで登録したかぐらいは、うんうんうん、今は見てないけどみたいな、うん、前は見てましたみたいな、うん、こういう感じのフォロー入れてあげようっていうね、そういうコーナーをですねサブチャンネルでやってみましょうと。はい、はい、決してこれコビ言ってるとか忖度とかもう一切ない。ただただもうあの俺らが SNS やってようとやってまいと関係なく、ただただ1カップルが登録してる人たちをみんなに公開するだけです。うんうん、はい、はい、じゃあまずデフォンとして俺から行こうか。あ、行って行って。これどういったやろ、何人おる、まず。もう数えたことないな。これ数えますね。2、4、5、35。おー、35人登録してるっていうのがまず多いのか、いや少ない方なんかな。なんか人によりそうじゃない、人によるなんか結構チャンネル登録ポンポンって押す人は多分めっちゃおると思うし、うんうんうん、なんか結構そのちょっとなんか敷居高いわっていう人は多分少ないと思うけど、俺は割とおさん方やと思う。まず一つ目、里崎チャンネル。マジで聞いたことない。これはプロ野球選手の里崎っていう人が、元プロ野球選手の、うん、今はあの現役引退した人が野球のことを解説してるとか、うん、はい、っていう動画です。この人は、最近の見てる度合いで言うと1。あ、 1です。あ、そう、最近も全く見てない。あとカープが調子いい時は見たりする、うん、次、VIP、うん、見てる度合いで言うと3。うん、この人はプロスピの YouTuber。 あ、なるほどね。で、オロチンユー。あ、オロチンユーやろ。じゃあ4です。見てるのは4、うん、見てください、うん、虫取って食ってます、うん、面白い。タック TV レディオ。あ、最近に、あ、そう、一時、うん、毎日ぐらい見てたくない。見てた。まあこの人はもうラジオみたいな感じ、うん、聞き流す系が好きやから俺は割と、うんうん、
なんかさ、なんかしながら聞く感じの人が好きだから、まあ最近は見てないけど、たまに見てます。うん、次、ともかほチャンネル。うん、は1 1な1カップルチャンネルはまあそもそも見えへんけど、ともかほチャンネルは何やろ、カップルの中で見たいっていう感じってこと？なみちゃんが好きっていうのもある。うん、なみちゃんが好きっていうのもあって見てた。うん、見てはないけど登録してるって感じ。気になる存在。うん、まあ普通に友達になれそうやなみたいな感じ。うん、次ひろゆき。うん、うわ今は1かな。うん、一時5やったけど、うん、全部今の段階での話やもんな。そうそうそう、一時5やった。これは知ってると思うけど、聞き流すんが好きやから俺は。うん、で歌える。うん、この人は、うん、よ、うん、割と更新された見る。うん、分かりやすい、めっちゃ。うん、最近何歌って、そうそうそう、時事ネタの人やんな。最近のニュースを歌って言ってくるから。うん、次エモール図書館ドキドキエビル。うん、これ聞いたこれ漫画。漫画に、うん、漫画です。読みたいやつがあるときに読む。うん、これは正式なやつな、大丈夫なやつな、逆に。あ、これは普通にあれやで、自作の漫画やで。あ、そういうこと。そうそうそう、ほんまにあったこととかを、あの漫画にしてた。ために食べられた人みたいな。そう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 。そういうやつ。で次、オサミンティヌス3世。あー、はいはいはい。まあ1やねんけど、うん、歌が上手くてゲームしてる人。うん、で、キリンさん、考察系 YouTuber。これとは最近3ぐらい。うん、まあこれもラジオ感覚。なんか喋ってる動画やから。なんか、殺人事件とかを紹介してる人。うん、で、シア。シアです。これ最近1やな。ポケモンマスターズっていうゲームアプリの実況者。うんうん、携帯のゲームね。そう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 、俺最近あんまやってないから1。うん、でチャンネルガードマン、はいはいはい、もう1。うんうん、あ、2か、最近見たわ。うんうん、あの暇の時に見ます。うん、サムネでちょっと見たいなみたいな。うん、で抵抗ペンギン、知らん。これも漫画やな。あー、アニメ、アニメ、そうそう、アニメ。なんかもしこういう世界があったらみたいなアニメ。うん、割とはまあ 2ぐらい、うん、たまに見ます。で中井戸のゲームラジオ、まあこれは中井戸のゲームラジオと中井戸のゲーム情報チャンネルって両方あるんやけど、うん、一応メインチャンネルの方が最近は3ぐらい。うん、結構見てるイメージある。で結構よく聞くもん、その人の声。でもそれはゲームラジオの方だと思うね。あ、そう。ラジオの方は割と見て4ぐらい見てる俺。まあでもトータル結構見てるけどな。そう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 、ラジオの方がずっと聞き流してるから、うーん、みたいな感じ。まあ最近のゲームの情報とかを、うんうんうん、聞き流してます。でヒューマンバグ大学、え、なんやっけ、これまで漫画。あ、はい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 、さっきのエモル図書館とほぼ一緒。うんうんうん、これも気になるやつがあったら見るから、まあ3ぐらい。でブライアンチャンネルな。はいはい、ブライアン、はいはいはい、まあ、結構好きかな。更新されたらちょくちょく見る、うん、3ぐらいです。で、両学長リベラルアーツ大学、うん、もう最近朝に更新するね、この人。あ、そうなんだ。だから朝の通勤時間に聞き流してる。最近見てないけど、まあ3ぐらいです、うん、で、中田敦彦の YouTube 大学、うん、あっちゃんな、うん、この人はまあ割と動画が長いから聞き流すって感じだけど、最近全然見てないな俺。気になるやつがあったら見るって感じ。2、うん、2です。聞き流す系です。うん、で、サイキボインティのワイダン TV。 うん、この人も一緒、エロい話を。その人下ネタしか言ってないの？下ネタじゃない。あ、違う、ワイダン。ワイダン、うん、そういう、まあエッチなお話。うん、みんなの経験だ。結構面白いね。うん、ぜひ一回見てみてほしい。ちょくちょく耳に入る。うん、けどなんか全部下ネタ喋ってるんやなみたいなイメージ。下ネタ、みんなのその下ネタ交じりの話を募集してきて、うん、だからまあみんなの話をそれについてこう突っ込んでいくみたいな感じ。うん、割と面白い。うん、まあ2位です。うん、で東海オンエア、うん、4、うん、もうずっと見てる人。うん、で水溜りボンド、うん、まあ1、うん、1かな。最近ちょっとなんか問題があったから。あ、それが原因？いや別にその問題があったから嫌になったとかじゃなくて、うん、なんかそもそも動画があんまり更新されてなかったから。ああ、そういうこと？そうそうそう。で、茶の間のナミトケっていう YouTuber やねんけど、この人はまあ一応5音ぐらい見てんねん。最近なんか、うん、
最近なんか結構あの俺の中で着てる。あ、着てる、うん、あ、そうっすか、うん、なるほど。彼女が可愛い。あ、なるほどなるほど。うん、はい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 。アルマ公式チャンネル、え、これはあのアイドルグループじゃないけど、まあ、これはな、なんて言ったらいいかな、俺の友達がおるから登録してる位置です。あ、はい、感じ。ブライアンゲームズ、まあ、4、うんうんうん、ブライアンがゲームしてるだけ、うんうん、バイオハザードとか見てたもんな。そうそうそう。で、アルゴメトリー。はいはい。これはナミがあのケイ君に伝授したやつやろ。そうやな。これもまあ3かな。うんうん。割とこの殺人系っていうか、うん、いろんな話、世界であったような話。実話とかちょっと怖い系っていうか、心霊じゃないけど、うん、みたいな。まあ、ちょうどいいな、ほんまにこう聞き流すのに俺は。うんうん。で、シバナンチャンネル。うん。は。3かな、今見たら3やな。最新動画3つ見とったけど、まあ謝罪動画やと。、はい、で、もっと波系。あ、はいはい。あ、こちらはどういうチャンネルですかね。こちらはですね、はいはいはい、なんかカップルが、はいはい、なんかカップルチャンネルの一応サブチャンネルって書いてるから。あ、なるほどなるほど。サブチャンネルらしいねんけど、はいはいはい、まあ、彼女可愛い。あ、なるほど、うん、そこは変わらず。彼氏はぬけ。あ、可愛らしいハヌケと可愛い彼女っていう感じですかね。そうそうそう。あ、なるほどなるほど。あ、5ですよ。あ、5ですか。うちの5です。あの、毎回チェックしないといけない。動画をね、で、はいはい、そのアップロードした後、不具合ないかどうか。業務的なやつだ。あの、おかしいとこがないかとか、ね、そういうチェックしないといけないんで、5ですよ、ちゃんと。次、ジャックポットは、まあ、最近全然見てなかった1やってんけど、うん、解散しちゃって、うん、びっくりしたのみ。そうで、個人チャンネルの方はちょっと覗いてる。登録までは至ってない。うん、あ、そうなんや、うん、って感じ。ぜひ復活してほしいな。で、ナスディの大冒険 YouTube 版。ああ、顔青くなった人。そう、ナスディ、この人ずっと見とって言っとき、今は1やねんけど、うん、まあ、そもそも更新が半端されへんのよ。うん、3ヶ月前とかです、最新更新が、うん、結構でも毎回日にちかけて行ってんやろ。そう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 。なんかそんな更新頻度はできひんってことやもんな。そうです。 YouTuber のその人って。いや違う、ディレクター。あ、ディレクターとして働いてるけど YouTube もやってるみたいな。でも YouTube もスタッフと一緒にやってるから、あの編集とかが全部テレビやん、ちゃんと。あ、なるほどね。ちゃんとテレビ仕様やね。お前テレビ見てる感じ、うん、YouTube で。へー。この人でも何でもできんね、うん、物を作れるし、料理できるし、物全部食えるし、腐ったも食べんやろ。何でも食う。面白い、見てみてほしい。うん。で、マイケンチャンネル。あー、はい、野球ね。そうそうそう、まあ1やな。そもそもこの人も更新してないね、今シーズン2やし、うん、いや野球選手のマイケンって、うん、メジャーリーガーな今、うん、怪我明けて最近もう一回投げ出してるから。あ、怪我してたんや。故障者リスト入ってたな。それでまあ1やけど、あのマイケン好きなんで、はいはい、はい、僕広島ファンやったんでね、うん、あ、広島ファンなんで、うん、はい、次音じゃ兄ちゃん。あ、兄ちゃん音じゃん。はいはい。いやー3かな、うん、最近デッドワイデイライトとか、あのポケモンユナイトとかを見てます。うんうん、今日ずっと見てたやろ、ポケモンユナイト。うん、オトジャは、アニチャオトジャは、まあ、ツーブロって言ってたな。ツーブロって言うんだけど、うん、はもう何年も前から登録してるから、うんうん、外すことは多分ない。次、うん、カノー栄光。はいはい、面白いね。栄光、うん、栄光ゴー。俺マジで好きやねんな。まあ、これはでもいろんなゲームやってるからやけど、うん、あんま追えてない、はいはい、今ちょっと長いしな、配信やから。そうそうそう、追いつけてないから、うん、3って感じ、うんうん、でもその絞ったゲームによっちゃとか、バイオハザードとかデッドバイデイライトとか、その自分が興味あるゲームに関してはもうほぼ4とか、うんうんうん、って感じ、うんうん、です。で、まあ、最後、ハナキンカップル。あ、はいはいはい。ハナキンカップルは3かな。うん、これたちは普通に見てていいデートしてるなと思う。うん、理想のデートって感じ。そうそう、デートプランがいい、参考にしたいって感じ。ああ、なるほど、確かに、うん、っていう、もうあの単純にこう羨ましいカップルって感じ。うんうんうん、わかるです。まあ基本カップルチャンネルはこのトモカホチャンネルとハナキンカップルの2つですけど、うんうん、まあ、この2つはまあ何感覚やろ、友達になりたい感覚っていうかな、うん、それに近い、うん、YouTuber っていうよりか、うん、みたいな感じで35組でございました。はい、何おるんやろ。そもそも100とかやめてな。いや、そんなない。
何人か数えるわ。はい、51名。おい、もうダッシュで済まして51名。まずね、ノーコメントぐらいの人もおるやろ。おる。こら。まず最初がアルバムオフィシャルってやつ、チャンネルやねんけど、まあ、美容室のチャンネルでなんかこうヘアアレンジとかそういうので、まあ、参考になる時があればいいなと思って登録したけど、まあ、1回も見てない。はい、1ですね。はい1です。はい、次、アルムソンイちゃんっておんねんけど、韓国人のその子の YouTuber。 何本？2。あー、1ではない。1ではない。1、うん、ナミの感覚では前はもう出たら絶対見てたぐらいの感じだったけど、今は見てないから2。で、まあなんかその韓国人がその使ってるコスメが気になるから見てたっていう感じ。それぐらい。そうで、次が、好みチャンネル。好みちゃんって入れんだけど、なんか面白くて、なんか表現っていうか、その YouTube 撮ってる時とかメイクの動画とかよく出すんだけど、それが面白くて見てる。3。ああ、結構見てる。うん。次が温度っていう人、韓国人、これも、うん、韓国人やねんけど、なんかすっごいなんかカフェみたいな、おしゃれみたいな暮らしを撮ってる人みたいな、うん、ブログ、そうそう、Vlog で、なんかいいなっていうので押してる。で、なんかご飯作ってる時とかたまに見ながらとか作ったりしてる。ああ、なるほどね。そう、で、2 で、2 あの前は見てたよっていう、ね、そう。で、次がサエコチャンネル、うんうん、あの、わかる？サエコっていう芸能人の人、サエコ。だって俺芸能人報告じゃない。あの、ほら、あの牧場やっててそこ行きたいって言ってたよ、覚えてる？ああ、はいはいはい。そこ、その芸能人のチャンネル。何本？いや。お、見てる。見てる。おお。見てる、結構見てる。で、次が寿司ラーメンリック。ああ、なるほどね。うん。ああ、なるほどなるほどなるほど。おばあちゃんが好きやから。リアクションめっちゃ良かったな。そうそうそう。いや、俺もそれ登録してもいいぐらいのリアクションしとったわ。うん。あれ。そう、好き。何本？二。はい。まあ、そもそもあんま更新してないの、多分。あ、そうなの。いや、なんかおばあちゃんが出てたら見るみたいな感じ。あ、なるほどね、うん、おばあちゃん子出ちゃってる。そうそうそう、そういう感じ、うん、次が、トゥイーティーかな、うん、あそこらも韓国人、Vlog 系、うん、はい、さっきと同じぐらい、2、はい、はい、次、アルゴメトリー。あ、これはケイ君に紹介したやつ、同じ、うんうん、今は3。おー、まあまあ大体ね、うん、次は、オラフ君。あ、ちょっとまとめようかな、この辺。うん、いいよ、もうこの辺まとめ。これは、オラフくんっていうのは、何、ゲーム実況者。ゲーム実況者で、アモンガスっていうゲームがあって、その実況をこうしてる人が10人。そのアモンガスのゲーム実況者10人をチャンネル登録してる。で、なんかどれぐらい見てる？じゃ、オラフくんは4。はいはい。次、王チャンネル。ああ、虫な。そう、虫とか鬼です。そう、何やったっけ、ん、何の鬼やったっけ。生物観察のワニですやろ。そうそう、その人。まあ、オロチニューに近い。あー、そうやな。うん、何本？2。あー、前はめっちゃ見てた。サムネでな。うん、はい、次、カスちゃん。あー、はいはいはい、うん、カスちゃん。何本？今2。うん、で、次はキリマルちゃん。あー、聞いたことある。うん、知ってるわ、多分。知ってる、絶対知ってる、絶対知ってる。キリマルちゃんも2かな。で、スミショー。スミショーは、あの、なんか、何だっけ、メイクの、なんていうの、男の人やねんけど、成分とかなんか詳しい人やねん。元開発者って書いてるわ。化粧品とか詳しい人系。で、何本見てるの？ 1。やろうな。はい。じゃあ、気になるもんがあればいいなと思って。なるほどね。まだ気になるもんがないだけな。そうそうそう。はい、竹雄って人。竹雄って人が、アモンガスの実況者。ああ、何本見てるの？これは3。あ、うん、次、タック TV。 あー、俺と一緒だ。うん、持った人。これは2。まあ、これ俺が教えたもんな。うん、次、夏目先生。これもアモンガス。うん、3。 あ、4。まあ、奈美ちゃん言ってるから、最近アモンガスの実況者の人をずっと見てるから、毎日見てるから、違う人の YouTube を見る時間がないって感じ、逆に。そう、もうずっと、もう24時間あったとしたら22時間流してる。22時間は流してる。マジで何するにしても流れてるもん。もうだって俺ですら名前覚えてんねんから、そのオラフ君とか
まあ出てくるんだよ、中野アルマとか絶対恐怖症とか出てくるで、まだいろいろね。そうそうそう、まああのみんな聞いてくださいまた。そうそうそう、4とか5とか出てくるから。そうそうそう、それしか最近見てないって思えるぐらい。そうやね。はい、いきます、はい、次星の子チャンネル。ああ、知ってる知ってる、うん、これはなんかあのなんか参考になればいいなというか、こういう生活したいなっていうのも含めて、ね、そうチャンネル登録してるけど 2、うん、次マシャカリ、マシャカリさん、これもアモンガス。ああ、はい、3、はいはい、次ミキオダチャンネル。最近ちょっとね、そうそうそう、あの問題が出てますけど、そう3、はい、次は、アベレージ、これもアモンガス、はい、アベレージ3って言っとくわ。もうええやん。一応全部言っとかないとあかんの。コビはいいの。いいか。コビはいい、コビはいい。アブレージ3。はい、これ。なんぼ。4。あ、3。3にしよう。3。3。はい、次、キヨ。あー、ゲーム実況者。うん。1。見て、この差。ゲーム実況者の差。だいぶ大手やのに、こっちの方が。次、ドコムスチャンネル、うん、これもゲーム実況者。なんかあのほら前さ、ラブ&ベリーのゲームの実況しとって、それを初めて見て、うわ懐かしいと思って、な結構古めのあのゲームの実況してる人とか。ちょっと見てろ。2、うん、次バービーチャンネル、あのお笑い芸人のバービー。ああ、はいはい、結構美容のやつやってて、あの気になるなって思いつつ見てない。ああ、はい、1、はい、1って見てない人、うん、登録だけしてる人。1、はい、次マリ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 、うん、これがなんかアニメ、アニメチャンネル、うん、これは2、3ぐらい。次中野アルマ、はい、4、はい、このアルマさんは、はい、アモンガスでしょ。4、そうアモンガスです。4です。5でもいいぐらい。はい、わかりました。5、はい、次出てくる藤宮は5です、はい、そうです、次出てくる藤宮も5、はい、今日も見てました、5、はい、はい、次はアレンジオートじゃ。ああ、はいはい、はい、これはまあたまにちょっと見たいなと思うやつがあったら見るゲーム実況者、うん、あ、うん、2、3かな、2かな、うん、次先端恐怖者、はい、はい、これもアモンガースの実況者で、その人初なんですね、最初。そう、いっちゃんこのアモンガースの実況者見始めたのがこの先端さんが初めてで、でいつも9時から毎日生放送してそのアモンガースの実況をしてんだけど、それを毎日見てる、うん、っていう感じ。今はどれぐらい見てるんで、え、 5、 5、はい、5 もう当たり前の5でした。もう6ぐらい見てるでしたね今の。はい、次は先端さんの切り抜き部屋、先端恐怖症切り抜き部屋。生放送全部見てんのに切り抜きも見る。そうそうそう、ファンの鏡。そうそう、切り抜きまで見ちゃう。はいはい、それです。次、東海オンエア。ああ、やるね。はい、なんぼよ。切り抜きも教えてじゃん。え、あ、切り抜き、センターさんの切り抜き。切り抜きはまあ、いや、3か。まあ、全部見てるしな、一回。そうそうそう、もう一回見たいなっていうのがあれば見るぐらい、はいはい、で、東海オンエアは、次、東海オンエアチャンネルは、2かな、2、うん、で、次、栄光チャンネル。おお、栄光5ね。栄光5見てるけど、まあ2、まあ俺の影響やからね、多分、うん、おとじゃとか栄光とか東海オンエアは。そう、あら、びっくり、茶の間の並木がおるわ。どういうチャンネルなんですか。もうええよねな。うん、実際見てる。見てないの。1やろ。いや、2ぐらい。2ぐらい、うん、2、まあ、俺と違って業務確認せえへんから。せえへんから。はい、そうそう。次は薬学生トレーニーサークル、あのジムしてるナイスバディな人。はいはい、で見てない。見てない。1、この前見た、なんか料理対決みたいな人、うん、で1やな、それ。1か、うん、はい、1です。次、高田健士。これもアモンガス。あー、なんぼ、3かな。アモンガス勢では低い方やな、まだ3は、うん、次、黒川クロム、はい、これもアモンガスの実況者、はい、これも3、次は、韓国人が 1,2,3,4 人続いて、メイク動画とか Vlog とかそっち系の人、うん、全部まとめて2、ああ1,2 ぐらい、うん、はい、次 CIA 情報局、これも多分なんか事件系のやつやったと思う、見てないやん、じゃあその感じやったら。いや、前は見ててんけど、もう今じゃ覚えてないぐらい。じゃあ1やね。1、はい、マリコ、この人なんだろうか。1です。もうこの人は何だろうか言ったらもう1です。1は何か見とく。
あ、ご飯やって。あー、なるほどね。多分ちょっと参考になればいいなと思って、多分同棲し始めぐらいの時に多分、はいはい、チャンネル登録したいな。はい、次はリカコスメ評論。この人はインスタグラムを保存し、フォローしてて、うん、でなんか YouTube もやり始めているっていうのを知ったからこう登録したけど見てない。インスタグラムで、うん、いいかなってなってる。で1ね、うん、次は R ちゃん、うん、してるの多分、うん、R ちゃんは普通にシンプルにただただ面白い、女性の YouTuber、はい、見てる見てる3、うん、かな。次エリリンチャンネル、この人もあの美容系の人、うん、1次シバナンと一緒、シバナンチャンネル、これも見てるけど、まあ、3ぐらい両方、うん、次モノクロマスク、これは歯科医師 YouTuber で、まあなんか面白いのがあればいいなと思って登録したけど見た記憶は1本ぐらい。じゃあ1ですねはい、次アート YouTuber ゲン、これ友達や。あー、ゲンゲン、そう、ゲンゲンです。申し訳ございません、見ておりません。登録、まず投稿してるの？あ、もうそもそもだって7ヶ月前とかやもんね。うん、はい、次クロレジ切り抜き、これもアモンガースの実況者のセンターさんではない、また別のグループの、グループっていうか、あのさっき言った黒川クロムと阿部レジっていう2人がなんか仲良くて、それの切り抜き、切り抜きしてる人ね。そうそう、で、これは全部見てたわ。あ、5です。全部見てる、はい、まあ、全部は終わらへんからな、うん、筋肉ぐらいでしっかり追いついておいてる感じで、そうそうそう、はい、次はジュキヤちゃん、最後、はい、もう見てないな最近、うん、でも結構好きやったよな一時、うん、ジュキヤチャンネルは3ぐらいかな、うん、です。終わりですか？以上。結構長なってそう、この動画、うん、こんな感じです。僕たちのカップルが普段見ている登録している YouTuber はこんな感じで、忖度なしで、別にコラボしたいとかそういうなんか横島な考えは全くございません。みんなこう一視聴者として紹介しただけです。素直に普段見てる人とかたちを紹介しました。なんでまあ、ナミちゃんにはこういう人どうですかとか、今のナミちゃんの登録してるチャンネルを聞いて、ナミちゃんこういう人どうですかとか、この人もゲーム実況者としては面白いですよとか、韓国人こっちの人詳しいですよとか、うん、があればコメント欄で教えてほしいし、逆に俺にお聞き流せる感じの YouTuber はこんな人おすすめですよとか、うん、こういうなんか事件とか取り扱ってる人こういう人おすすめですよみたいなことがあれば、この人面白いですよとかあれば教えてほしい。逆に、うん、みんなが登録してる人、うん、これを機に視野を広げていきたい、うん、っていう感じですね。はい、まあ、あと普通にカップル YouTuber でおすすめな人いたら教えてください。見てる人は一応たまに見てて、キュッポンとか、うん、確かに。そう、あんま登録せえへんね俺そもそも。何も今思ったけどさ、誰も登録してなくない？カップルチャンネル、うん、してなかった。うん、友果ホチャンネルでしたよ、してなかったね。今登録しないと。俺が登録しとるナミちゃんやけど俺が登録してるのに。でも出てくんで、めっちゃ見てんねんけど、多分そうそう、登録してんねんな。おすすめに出てくるってことは一回見てる人や。うん、すぐわ。でも今はもうナミアモンガスで必死やから今、うん、ずっともうマジで長い、ずっと。しかもアモンガスじゃないよ、もうゲーム実況がそもそも。アモンガスを見てるんやけど、アモンガスをして、アモンガスじゃないゲームも見てんねん、うん、だからもうずっとその中野アルマとか黒川クロムとか先端恐怖症とか、藤宮とかの声がずっとあ、そうそう、家中に流れてる、うん、俺より喋ってるもん、あの人俺の声より喋ってる。いや、なんかさ、ほんまになんかながらでなんかそういうその人らの声を聞かないとなんか落ち着かんじゃないけど、なんか洗脳されてます。なんていうん、なんかあ、聞きたいかもってなって、なんかあのテレビつけてる感覚。あ、そう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 、多分な、みんな帰ってきてテレビつけるやん、その感覚と多分一緒。ナミちゃんは、そうそうそう、まあ、俺と一緒に住んでからテレビをつけへんくなったから、うん、そう、まあ、だから長いのもちょうどいいんよ、ずっとつけれるから、うん、うんうんうん、はい、みたいな感じですね。はい、以上でございます。これでもし先端教師のこれ見てみ、無理無理、ないないない、絶対ない。見てください。では、ナミちゃんとかの DM 送ってください。見ました、言ってないない、どんどん見る人じゃないから、絶対DM、ナミが、ナミが DM したらどうする、え、嬉しいっていう動画でございました。僕たちのまあリアルすぎる
登録チャンネルでございました。皆さんのおすすめの YouTuber の方たちもぜひよければ教えてください。はい、ちょっと長くなってたらすいません。はい、はい、では皆さん今日はこの辺で、はい、お開きということで、さようなら。バイバーイ。あと挨拶どっちがいいかみんな教えてね。最初のやつ絶対もっと波系、これもっと波系が多かったらもう次のやつ頼んで。マジでいいよ。はい、さよなら。